ニューミンスターはイギリスの競争馬である。19世紀中頃に活躍し、シュボバとしては大きく成功した。前兄に2000ギニーに優勝したナニーカークがいる。ニューミンスターの決闘背景はスタミナの申し子とも言えるもので、父はアスコットゴールドカップとドンカスターカップを連覇し、シュボバとしても成功したタッチストーン。母も64戦して51勝。 ドンカスターカップを4度勝ち、アスコットゴールドカップにも優勝したビーズウィングである。つまり両親合わせて当時長距離のカップレースとして権威の高かったアスコットゴールドカップとドンカスターカップを9回も獲得していることになる。このような決闘背景で生まれたニューミンスターだったが、体質が悪くわずか2勝に終わり、競争馬としてはそれほど優れてはいなかった。 とはいえ当時エプソムダービーよりも重視されていた、セントレジャーステークスに優勝しており、水準以上の競争成績は収めている。種ボバ入りすると進化を発揮し、同時期にストックウェルがいたため1859年と1863年の2度しか、イギリスリーディングサイヤーにはなれなかったが、数多くの活躍場を排出した。ありがとうございます。